こんばんは、トンチキラジオのワンプです。宮本ソーセージです。よろしくお願いします。また東か。この東もうやばいらしいわ。あいつ結構いじめてたらしいね。そんな社長になるような人間じゃないみたいだわ。あ、実際はもうやべえ。後輩から全然慕われてねえし。まあ少年だからいいんじゃない。そういうことやないの。少年だよ。そういうことやないの。そういうことやない。そういうことやない。 あのさ、うん、なんだっけ、あの女優木村佳乃も、ちゃ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 、あのでんぐり返しするおばあさんとやってたっていう話は。うっそ、うん、逆枕よ。もうババになってから。そうだよ、だからずっとなんかひっついてなかった、うん、仲いいみたいにね、誕生日を祝うとか言ってた。そうそうそう、だからそういう話もある。まあこれ吉田郷のあれだ。俺発信じゃねえか、俺に来られても困るよ。吉田郷情報だからね、うん、ジャニーの、うん、あの思想を一番受け継いだのが東、うん、っていう話ある。じゃやべえじゃん。本当にやべえよ。やばい会社だって、本当にやばい会社よ。ジャニーズウエストどころじゃねえじゃん。ジャニーズイースト。本当だよ、そんなレベルじゃねえんだ。もう一回解散、全部解散した方がいいと思うけどな。本当にやばいんだ東は。やばい、やばすぎる。本当の仮面舞踏会じゃん。まあ、だ俺また最初に革新的なこと言うけどさ、うん、みんなスターなわけじゃん、うん、あのキムタクだ誰かもさ、うん、だけどスターと、まあ、偽装スターね、うん、なわけじゃん、うん、でも実際は誰一人救ってねえからね。後輩がやられてようがそういうの知ってたわけじゃん。まあ、あそりゃそうだ。まあヒーローじゃなかったとキムタク全然ヒーローじゃなかったわあいつは。ちょ待てよの一言もなかったよ。ないよ、ないよな。本当のヒーローだったらあれすごいよな。救うわ。そうだろ、誰一人な救ってねえんだからさ、かわいそうだよ。だって見てみるふりっつか、まあ今日お前の番だなんて言ったとか言わないとかあったらしいだしさ。キムタクは、まあ東かな、うん、まさに言うってことか。本当に受け継いだんだって、ジャニーの思想を一番東が、うん、あと命もひどかったね、あれは。気持ち悪かったな、あれ怖いわ。まあまあ落ち着いて落ち着いてって決まってんじゃないかと思って、記者が決まった上でさ、それ言ってるって怖くない？完全みんなやらせだろ、もうグルミでな。その上で、まあまあ落ち着いて、サイコパスじゃん。それみんないい、はーい、命の、あれはいい。だから騙されんだよ、すぐおめえらは。だから、KJ が悪いってことなんだよ。その面でな、後待ち出てるわよな。まず後待ちをやめてくれ。本当に好きなんだから俺あの番組。あの番組好きなの？好きだよ。本当。たまに見たいけど命だからやめてるわ。愛川欽也の時はたまに見てたよ。もう命じゃ見れんか。見れんねー。なんかあの下待ち感ゼロじゃん。まあな。命だと。でサイコパス感あってな。そりゃサイコパスだ。やっぱ朝一ずっと続けるとこうなるよね。いじめだわ。まあいじめだな。だよな、あのメガネ、メガネもいじめを隠すようなメガネで。あのでもまあ吉田剛のやつ見てたんだけどさ、うん、結構さ、うん、その後ジャニーズって問題あるやつ多いじゃん。うん。まあ、田中。田中すぐ出たのか。さ、赤西やら。みんな、うん、まあスマップだってたくさんあるしさ、うん、叩けば。うん、これはでやっぱ。まあ、このちっちゃいうちに性被害受けるとなっちゃう、そうなっちゃうんじゃねえかな。やっぱ違う違う、裸でさ、言うなって。それだったら影響受けてるよ、ジャニーも。そうなっちゃってる、人間形成おかしくなってる。おかしくなるって。やっぱそれ、やっぱその後さ、性に対するのがおかしくなるって言ってたもんね。あの誰だっけ、あの街録の、おうおう、なんかあの大島、大島さんだっけ、うん、
その後やっぱ女で体を洗い流すみたいな感覚になるって言ってたな。やられた後は、うん、特化一回女作ってやってたって言ってたもんな。それは、まあ、ジャニーの選手なんだけどさ、うん、まあ、やっぱりちょっとあると思うよ、うん、もう清めるみたいなことか。だって老人の老人とディープキスきついだろさすがに。きついね。で、しゃぶってくるわけだろ、ね、飲んでたっつってたしね、精子を。ほんで、喉に絡まった時は一回咳外して、うん、なんか、休憩してくるとか言って。何、ザーメンが喉に絡まった時ある。喉に、なんて引っかかった時、一回休憩して、部屋から出るなんてさ、うん、すげえリアだから、あれ見た方がいいわ、外録も。そのバカみたいなジャニオタ、見ろ、外録を。あれがリアルだ。まだ信じてないんだろうな、ジャニオタは。みんなだからおかしくなったのはあれが原因だと思うけどな。それでやっぱりおかしくなってってる。で、抜けられなくなってってる。いまだにだからトラウマはすごいと思うよ、みんな。森くんはそれも嫌でやめたのかな。森、まあ、そうだろうね。オートレーサーでも、あそこまで年取ったらもう別にないでしょ。まあな、もうデビューさせりゃあんな。そうそう、あんたもいいんだろうな。やっぱりあの若い子を中心だと思うよ、ジュニア世代。うん、意外ないと思うけどな。どうなんだろう、そこら辺ちょっと聞きたがりだったな、あの大島さんに。もっと一番リアルだったな、あの話。いや、口を開かん重鎮も知ってんだろ全部。それはもうマッチがやっぱそのうち言うんじゃないかっていう話ある。ある、うん、あ、もうマッチジャニーじゃないからな。マッチが本当は次期社長だったっていう、そう、取られちゃったの東に。うん、で東もなんかマッチにちょっと辛口コメントしてるから、うん、だいぶ恨んでると思うわ、マッチは東を。マッチは言う可能性あるな。あるある。トシちゃんは言わなそうだ。当社やったらおかしくなるからな、いろいろ。だけどな、月給30万だっつってたな、当社も。あ、そう、一番稼いだ時な、 YouTube に載ってたな。それでメリーに言ってさ、俺が一番最初に不愛にした。こんだけ歌やって芝居やって月給30万おかしいんじゃないですか、メリーさん。しぶしぶ不愛にしてくれた。暴れるなんつってたな、メリーは。暴れる、お前さ、最初ケツがうんぬんとか言ってたけどさ、やっぱり合ってたわ。その大島さんって聞いたらやっぱなめ専門だわ。なめ専門、うん、掘るじゃないんだ、うん、掘りはしない。掘られた人もいるかもしれないけど、もしかしたら、うん、でベロベロいくと、うん、まさにフレーバーズ。何がでも楽しいんだろうね。そっちのあれも気になるけどね、その性癖も。ジャニーさんの、うん、うん、ジャーニーさん自体は抜いてんのかな。抜いてるんじゃない、舐めながら。気になるな、そこら辺は。どうなんだろうね、わかんねえよ、そのジャニーの性癖が。いや、そうなるともう出てるやつ、デビューしてるやつ、みんなジャニーさんにやられてるわけよ。そうそう、まあ感慨深いよな、興味深いっていうか。その大島さんのあれ聞くと、全然もう有名なやつも同じそのジャニーの部屋にいたっていうからね。あ、そう、うん、喜び組みたいな部屋に。そうそう、今日はお前だ、今日はお前だみたいな話をしてたっていうからね。集められて、うん、あ、違う違う違う、その仲間同士で、うん、でもこうベッドに並べて、うん、もう順番にしゃぶっていくっていうか、抜いていくというか、ジャニーで、これ1、2、3、4、5ってあったら、そうそう、その日のうちに、うん、怖すぎるだろ。朝しゃぶりもあるとか言ってさ、それきついわ、朝からベロベロ、あんな老人とディープキスしてさ、こんな後仕事行くから仕事にならんだろ、女の。何歳ぐらいまであったの。いや、その人は辞めちゃったんだって、あの、その人は辞めちゃったら、うん、あの15歳で、うん、2年間しかいなくて、うん、
怖いな。何とも言うけどやっぱりね、エンタメは遅れた、ジャニーズのせいで。遅れた、遅れた。だって別にプロじゃないじゃん、うん、あとまあボツになった時言ったんだけどさ、ボツ作品のたけし軍団が、まあ、芸能人運動会で一着になったら取り直しと、ジャニーズが、うん、まあ、これ義太夫がねつぶやいてたけど、ラッキョがね、井出ラッキョが早いから、うん、何回も取り直したの。そうそう、何度も取り直してっていう忖度は絶対あったからな。何回も取り、最後負けたと、負けなきゃ OK なんねんだから永遠と取り直しなの。あと、そっか、ボツ作の時に言った話もあんのか。だからウィンズ、うん、ウィンズはやっぱり割り送ってたっていうね、うん、同じ歌って踊れてのイケメンだから、まあウィンズの方がレベル高かったんだろうけど、あんまりそういうの興味ねえから分かんないけどさ、誰かウィンズに差し入れ持ってたらって言ったら、同じジャニーズ事務所だと思って誰だったの言わなかったっけ、この間。そう、後輩だと思ってウィンズに差し入れ持ってたら違う事務所だったってウィンズがやっぱ出れんくなったって話もあるからね、そうね、歌番組、うん、ファン層もかぶるしな、うん、ダパンプだって食らってんだろ、それ。ダパンプはちょっと違うだから、ファン層はっていう忖度があるからね。だから今感性がない人がさ、うん、いっぱいそこら中にいるんだよな。なんで俺はずっと昔から毛嫌いしてたんだろうな。ジャニーも、ジャニーズダメだったね、全く通ってないと。まあだから映画は見たよ、光源氏シュートだろ。シュートや、それはスマブだろ必ずな、ジャニーズ映画シュート、これも検索ワード入ってくるからな。サマソニで TOKIO も見たけどさ、うん、まあだから昔から俺は毛嫌いしてたからな、うん、嬉しいわ今、嬉しいっつうあれもねえけど、いなくなって、いなくなって崩壊して嬉しくもねえけど、でも相当思った以上にヤバかったなと思って、うん、ヤバいわ。300人以上つってたからね、あの被害、そんなに申し出た人は、ジャニーズ事務所にね。現役だともちろん申し出ないんだろ、まあ当然、うん、現役でもいるよね。現役だとほとんどだろ、もうデビューしてんだろうな。延べ1000人はいるんじゃないか、もしかしたら。おーおーおーおお、気に入られてるわけだもんな。